私の名は吉良義景、年齢33歳。自宅は森王朝北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀遊チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない。酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに、朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。